はい、こんにちは。カズボーです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。前回ね、まあこのレベルでね、まあギリだね。神様倒しました。倒したよね。この倒したデータで。倒したんだけど、まあラッキーパネルとかもそろそろやりたいんですよね。心集めてね、職業とかも極めたいし、あ、いたいたいた、神様ね。まあこれを倒しましたね。それで、まあまだ先はあるんですけど、もう神様をね、早く倒さないと願いを叶えてもらえないと。まあそういうのもあるんで、のと、あと今お金いくらんだ ?3 万6000あります。だからアイテムもね、一応集めてますんで、今回は、まあそうだ、熟練度上げつつ、またモンスター集めしながらね、熟練度上げたりお金貯めたりしようかなっていうパートでございますと。ということで、今回何集めようということで、まあ、あの神様のところにいるさ、まあ、通称余命集めですね。何余命集めって感じなんだけど、ね。まあ、前話したんだけどね。マージンブルー、4番目、5番目。だから、ここをね、あれ?あれ ?5、5、あれ?あ、ちょっと待って、話してないか、あれ。ちょっと待ってね。あの、ゴードンヘッドっていいんだけど、これでやっとか。あの、神様のね、エビルマスタッシュとか渡したよね。じゃあね。腐った魔獣とかもじゃあ渡してなかったのか。いや、そのまま神様攻略したって感じか。多分これで追加されてると思うんだけどね。あの、ツイッターでね、自分ね、前も話したけど、うちのね、娘をね、ちょっといたずらしてね、まぶたこじ開けたりしてたらね、妻がゴードンヘッドみたいな顔で睨んでたっていうね、ツイッターがあったんだけど、まあ、嫁集めだね。あったあったあった。ああ、そうだね。ゴードンヘッド。ゴードンヘッド集め。さて、どんな光景になるでしょう。とりあえず隠しダンジョンの奥に行かなくちゃないから、まあそこまでカットですね。それと、お金貯まったらね、あ、お金貯まるのもそうなんだけどね、主人公がさ、今真の勇者なんですよ。ね。ってことは、あと1個で宇宙ヒーローになるんで、まあそうなった時に1回戻ってきますんでね。まあそんなことをやった時にお金が多分3万7千にはなってると思うんですよ。3万7千でメタルキングの剣買えるんで、まあそんな感じで移民の街のものを全部買い漁ろうかなっていうパートでございますと。ね。じゃあ隠しダンジョン行きます。はい、隠しダンジョンの奥ですね。まあここゴードンヘッド地帯なんで、まあ違うのも出てきますけどね。あれじゃない、魔界ファイター。魔界ファイター出んのか。バスカービィ。こいつもなかなか強いからね。ただ今、スーパースター2の魔法使い1なんで、結構やばいんですよね、HP が。神様戦った時、勇者とかにしてましたんで、さすがにこのステータスでいったら勝てる自信はないですね。職業、スーパースターでは、ね。レベル高ければいけるんですけど、まあそこまで高くないんでね。まあ、全クリできるぐらいのレベルはありますけど、ただ職業によってね、やっぱ主人公が勇者でね、今391ありますけど、あのぐらいの、まあそこまでいかないにしろ、勇者とかにしたらね、結構ね HP 持っていけますんで、バトマスにするとね、結構高かったりしますけど、今度 MP がね、少なくなったりしますんで、まあそこら辺も考えようなんですけどね。だからうまいこと立ち回ってやるしかないかな。で、なんだかんだ言ってる3万7000溜まってるから、もう武器は買えるんですけどね。せっかくここまで来たんで、ある程度、ゴードンヘッド捕まえてから。このさ、この奥の方が出やすいよね。この腐った魔獣、おっと、やっちゃった。腐った魔獣とか出てきたんで。多分もう全部捕まえてると思うんですけど、ああ、こいつもいいね、キラープラスター。まあ、こんなのをかいくぐりながら攻略するしかありませんのでね、今回はね。とりあえず最初会うぐらいまではカットしなくていいかな。
まあ、このぐらいの、まあ、カットしてね、出てくるところまでカットしてないんですけど、まあ、ジョーカー1でもそれ言ってるんですけどね、出てくるまでのところは全部カットしてくださいとかコメントあるんだけど、YouTube って10秒ごとに飛ばせる機能あるんで、どのぐらい苦労したかもお伝えしたいっていう自分言ってますよね、動画で、ね、何回も。だからね、なんだろうね、一人一人には配信してんだけど、一人だけには配信してないんでね、やっぱりそういうね、なんだろう、飛ばして見たいって方もいれば、まあ、全貌ね、出てくるまで全部見たいって方もいるんですよ。180度意見違う方が見てたりしますんで、だからね、飛ばせるとこは飛ばしていただければちょっと嬉しいかな。ね。だから、ジョーカー1でもスカウトするまでが見たいっていう方もいるし、スカウトするの全部カットしてくださいって言うけど、ね。スカウトするの全部カットすると全部見たいって方の要望は絶対叶わないわけですよ。なんだけど、全部撮ってると、全部見たいって方の要望は叶うし、飛ばしていただければね、なんだろう、カットしてほしいってところはね、自分で操作できますんで、まあ、ちょっとね、そこら辺は、まあ、お手を煩わせることになっちゃうけど、そしたらね、どっちの人にも見れるんで、ね、これも動画で説明して、あ、そうだなって思う方もいればね、まあ、違うよってなっちゃうんであれば、その全部見たいっていう人の意見を全部無視しなさいってことになっちゃうんで、そういうことはね、ちょっと配信者としてできないんで、ね、どうやったら全員ね、楽しく見れるだろうってね。やっぱりもう10人が10人万人受けするのは難しいと思うんですけど、なるべくね、どうしたらいいんだろうっていうね、お、今のモーション初めて見た、まあ、そういうことは考えながら配信してますんで。硬いねこいつね。まあドラゴメタル集めでもいいけど、あー、やっぱダメか、勇者じゃないとダメか。いや、ここ意味ねえ。いやー、マジかい。硬いんだよな。逃げないね、しかもね。こんな捕まえられたね。まあ、5000の経験値だけどね。2匹倒して5000か。だから2500ぐらいはあるってことか。ああ、メガザルロック。あ、大魔導、こんなんいいんだね。待って、ここら辺、どうなんだろう。全部多分取ってるよね、モンスターね。まあ、後でまた見ればいいしね。これいなかったとか、いるとか、わかるから、そしたら。倒した方がいいや、先に。回復したいけど。オッケーオッケー。メガザル使われたらめんどくさいもんね。ま、なんだかんだそのうちアルスが宇宙ヒーローになると思うんで、そしたらどうすかな。ちょっと迷いどころなんですけどね。さっきの洞窟にもゴードンヘッド出るし、この奥にも出るから、ここに出るからね。いやー、めんどくさいね。ちょっと早送りする。これ終わったらね。
出ましたね。こやつですね。はい、最後に違うのやっちゃった。メルビン。ウールガードやっちゃった。さあ、神様と戦った時、それやったね。これ怖いんだよね。スピリット使ったのかいか。あ、でも大丈夫か。あ、あんま食らわないな。6回ぐらいやれば、5回やればね、まあ大体いいんでしょうけど。なんか5回で入んない時あるじゃん。じゃあこれ岩石が怖いんだ。これあーガブ落ちた。落ちたの。おお、強えな。これを24体集めなくちゃいけない。いやー、ごめんね、ごめんね、ごめんね。懺悔します。ごめんね。目玉こじ開けて遊んでごめんね。まあまあ、あの、まあ子供ね、娘いたら分かりますよ、この気持ちは。よし、セーブできるのいいけどね。 MP がつけちゃうから、やっぱりもう早めにスーパースターをどうにかしたいよね。でラッキーパネルのね、ラッキーパネルで心集めたいんですよ。もう上級職とか結構マスターしてきたらね。まずコスタールをやって、コスタールで心集めて、あと他のとことかね、あと、なんだろうね。まあちっちゃいとこでもいいけど、そんなのライブ配信とかでもしたいかなと思ってるんですけどね。いやー、こいつも強いんだよな。なかなか出てこないけどね。あんま食らわねえんだよな、ギガスラ。本当は400くらい食らうんだけどさ、150くらいで 半減してる。そのSP高いしね、こいつ。こいつゴーレムの心持ってるみたいですね。ゴーレムーガって名前が多分セブンでしか出てこないんじゃないかな。ヌストギとかやった方がやっぱいいのかな。ちょっとわかんないけどね。どうなんだろうね、それはね。あんま意味ねえような気ぃすけどな。倒しちゃうか。まあ MP 尽きるまでね、まあ頑張りますけどね。だからこういうとこをカットしてくれってことでしょ。うん、なんだけどカットするのもいいけどさ、やっぱ大変さ伝わんないじゃん。もう出てきた。だから今のところだ、パッパッパって3回ぐらい飛ばしていただければ、ゴーレムーガの戦闘全部カットになるからね。まあ、ゴードヘッドを見ても見なくてもどっちでもいいんだけど、それはね、あの、見てる人にお任せしますけど、そこら辺は。イガスラ一発かましとくか。どうなんだろう。あ、とどめでやった方が良かったか。あ、普通に食らうな。アルス、あれやっちゃったよな。でもなんか倒さなそうだよね、こいつね。おお、強えな。あ、これで仲間入るフラグ当たったね。お、今のサムネだろう、完璧に。ちょっと不気味だから入んなかったらやだし。押し潰したら大したことない。岩石だ。そう、岩石投げるのが怖いんだよね。ね、こうやって大変でしょ。2匹目でだってこの大変さなんだもん。
これはあと22匹集めなくちゃいけない。だからそれまでに、またレベル上がるじゃん。レベル上がったり、多分43、44にはなって思うんだよな、今回、アルスが。ね。で、MP なくなるまでとりあえず、まあ、ノーカット。ノーカットっていうか、早送りはすっかもしれないけどね。アイラの MP どっちみちつけたらね、出るしかないんで。で、もうせっかくだからアルスをさ、あの宇宙ヒーローにしたいんだよ、まずね。それで、さすがに HP 高いキャラじゃないとまずいか。バトマスもマスターしてるもんね。ああ、痛恨だ。ドラケ7はね、日はこんなことしてね、レベル上げたりしてますんで、まあ実況ってことはこういう間もね、喋ったりして言葉つないでるってことなんで、だから実況動画って書いてますんでね、ゲームプレイだったら多分声入ってないと思うんですよ。だからそれはタイトル見たらね、わかると思いますんで、だからセリフ読んでるおかげで、まあね、なんだろう、目で追うことなくはどこまで喋ってるかわかるんで、ありがたいですっていう言葉もあるし、まあ、セリフ読まなくてもいいですよっていうんだったら、まあ、読まない動画探していただくしかないんで、自分はね、実況動画って書いてるんで、もう最初から。もう動画ね、やり始めた時からそのスタイルずっと貫き通して、今後変える気が一切ないんでね。ね、もう何年もそれでやってきてますんで、何本も何千本も出してるじゃないですか、それでね。それを、初めましての人に、声いらないって言われてもね、はい、わかりました、パーってやめるってことは絶対ないじゃないですか、そんなの。いきなりさ、他の会社に行って新入社員が入ってきてさ、このやり方の方がいいって言ったって変わるわけないじゃん。それと一緒であってさ、ね、やり方ってのあるから。そういうのもあるよね。あと、自分絶対逃げないスタイルなんで、ずっと今は逃げてないじゃないですか。どんな敵出てきても絶対逃げないんで、うん。逃げるくらいだったら全滅した方がいいんだけど、全滅したらリセットを押しますね。多分ここまで進んだとしても、どんなレアなもの落としたとしても全滅したらリセットをしますんで、自分。ただ、負けてなんかもやり直せるっていうのがなんかね、まあ、まあ、RPG のいいところでもあるんだろうけど、ね。まあゲーム変わっちゃうけど、ファイナルファンタジーだとゲームオーバーになったらね、セーブしたとこからやり直しなんですよね。で、ドラクエはお金半分になってね、セーブしたとこからなんだけど、進んでるじゃないですか、ストーリーは。ファイナルファンタジーは本当にセーブしたとこまで戻るからね。レベルを、例えば5でセーブしたとして、10まで一生懸命上げました、セーブしないでね。で、ゲームオーバーになったら5に戻りますけど、ドラクエだったらね、10のままでお金半分になったりとか、それで済むんで、なのでね、それも嫌だよね。まあそのゲームのシステムとかね、まあそういうのはあるでしょうけどね。だから、やり直しが効くじゃないですか、ゲームって。セーブしたとこからやり直せるんで。でも人生って失敗したら終わりじゃないですか。だから、そうなんだろうね、その、失敗したら終わりぐらいの切羽詰まったぐらいの気持ちで当てるとね、やっぱ成長も早いんですよね。RPG って。自分のやり方ですけど。だからそれが性に合うか合わないかの話であって、まあこんなこと喋るのも実況ですね。と言ってる間に20分くらい経つんですよ。まだ2匹しか捕まえてないのにね。だからこういう時は、じゃあどうしようってなった時に、もうカットですね。アルスが熟練度上がるまで、早送りしますね。まあこれ倒したら、ね。霧のいいとこで早送りした方がいいんで。ね。これでもう20分くらい経つわけだね。
はい、アルスがね、宇宙ヒーローになりました。ね、みんなで。よし、勇者マスターしたということで、とりあえずセーブしといて、まあ、先ほどのね、なんだろう、やり方で、新入社員がどうとかって自分言ってましたけど、まあ、常識的に考えたらそうなんだけどね。意見取り入れるっていう意味では、あ、その方がいいかなって思うときはね、もちろん、まあ、なんだろうね、採用させていただくっていうかね。まあ、そういうのはありますけどね。あ、それでチャンネルが良くなるんだっていう意味で言ってくれてる場合もありますからね。ただそれでね、チャンネルを良くするために、例えば言ってくださるんだったらまだわかるんですけどね。自分が見たいか見たくないかで全部決めてしまうっていうのはまたね、違うんでね。同じようで全然意味が違うんですよ。ネタバレとアドバイスぐらい意味が違うんで、アドバイスってのは冒険しやすくなるように、例えばね、リレミットってのは、まあわかると思いますけど、リレミットってのはダンジョンから出る呪文ですよとかね。まあそういうんだったらわかるんだけど、もう、リレミットとかはわかるんだけど、呪文は全部ね。なんだけど、ネタバレってのはこの先に何々がいるから何々した方がいいとかね。もう指示とかさ、ネタバレとか指示はね、あんまり良くないかなって思うんですよ。だから自分のやりたいようにできなくなっちゃうんで、ね、例えばゴードンヘッド集めるのちょっと楽しもうって時に、集めない方がいいですよって言われてるようなもんなんで、趣旨が全然違うじゃないですか。そういうことね。だからそれと、だから同じコメントくださった方に、好きなタイプ誰ですかって言われたんですよ。だから全然関係ないじゃないですか、それもゲームと。興味あるかわかんないですけど、私のね。好きなタイプ誰ですかって言ったら妻って言うしかないんですけど、自分は。スーパーサイズはまずいな。もっとちょっと HP 高いやつの方がいいかな。海賊。ここら辺にしとくか。そうだね、海賊っぽいもんね。それでお金が貯まってるんで、まあこれであとはもうカットでいいかな。ゴードンヘッド集まったり、あとメルビンがね、もうちょっとで上がるんで、今魔導士なんですよ。で、星が7つなんで、あと何回戦ったら上がるんだろうっていうのね、まあここ見ればわかるんで、あと1回2回だったらここら辺で戦っちゃいますけど、あと6回だ。6回だったらここでちょっと上げた方がいいな。この外でギガスラばっかかましてればいいと思いますんで、その前に、まあ、それはちょっと裏でやっときますんで、で、次ね、上がったら勝手にもうカットしときますんで、さすがにこういう時はカット使います。もう結構な時間来てますよね。今回お見せしたい分はだいぶお見せいたしましたんで、ね。まあ、そういうことです。4番目の家ってどこだ？あ、ここ。怖っ。顔大きいですか？いや、顔だけだよね。どすこーい。顔大きいですか？え？で？暑い。うわ。別に妻がそうだとは言ってるわけじゃないけど。このダーマ神殿で、だからギガスラ覚えたんでね。まあ、簡単な話がさ、ここも熟練度もらえるんですよ。だからめんどくさい時は、ここでね。まあめんどくさい時はっていうか、ギガスラやれば、片付くんで、ぶっちゃけ。怖いのエビルバイブルとか怖いけど、ね。あんだけ大変だったらこれでも終わります、ね。これで1回分なんで。だから隠しダンジョンはね、敵が強いんでね、時間かかるけど、ここでも普通に熟練度上がりますね。自分基本ここで上げるんで。ただ敵がバラバラで出てくるときはめんどくさいかな。これであと5回でね、メルビンがもう上がるんですよね。だからこんなのもね、もう面倒なんで、これでもう一撃で倒せます、ね。まあ、剣の前でもいいけどね。あお一番上がってほしいやつが死んだ。まあ、カットして上げてきますね。はい、とりあえず、メルビン、今6回戦ってね、魔法使いマスターしてね、まあ、バトマスとかなりましたけど、まあ、熟練度上げるだけだからね、モンスター色でもいいんだけど、モンスター色集めるためには心が必要なんですよね、まずね。基盤となる心がね。だからそれを手に入れるのに、ラッキーパネルとかで手に入りますんで、それをね、やるパートを次回、まあ次回ぐらいかな、設けたい。ただその前にこのバザーがありますんで、
こことかね、どこだっけな、武器屋。あ、ここだね、メタルキングの剣とか売ってるんですよ。で、ビッグボウガンも持ってないんで、まあこれだね、これが、あ、さすがに下がるんだ。へえ、全員下がるな。グリーンガムのムチ、どの方がいいんだろうな。グリーンガムのムチより弱いんだね。もうここら辺最強クラスですからね。ただこれは、まあ一応持っといていいか。グリーンガムな。あと、ドラゴンテール、炎の爪、プラチナソード。これも、なかなか手に、これももらえるやつだよね。まどろみの剣、袋に入ってない。入ってないの？どっかで売っちゃったんだ。一応手に入れとくか、ね。で、これで、まあ、プラチナソードもコインしか多分売ってないからね。かっこよさが上がるじゃん。で、今お金がないんで、あとビッグボウガン買うのに、メタルキングの剣と同じぐらいね、あの、お金が必要なんで、多分今回戦ってるうち貯まるんじゃないかな。ね、それを買って終わります。だから、あの、ゴードンヘッドとかね、今6匹だった、6匹だったっけしか捕まえてないんで、あと18匹か。だよな。それを捕まえるまでちょっとカットしよう、さすがに。それさ、お金貯まって、まあ、熟練度も貯まってるでしょうからね。お、またね、レベル上げに行く最中なんだけど、魔人ブドゥー倒したら天使のレオタード落とした。これ結構レアだよね。死の呪文にかかりにくい。いいよね。あー、王家の鎧よりいいのかな。特殊効果ないけど、あの、守備力が12か。12かあるけどね。だから、ザキとか食らわないってことよ。今ね、道中だったけど、魔人ブルーね、落としましたね。ちょっと、カットしてたからお見せできなかったんだ。だから、そういうとこもカットしないとね、お見せできるときあるけどね。まあ、しょうがないよね、それはね。いつ落とすかもわかんないしね。絶対落とすチートとか使ってれば、わかるんでしょうけど、絶対そういうの自分使いたくない派なんでね。全然面白くなくなっちゃうじゃん、使ったら。ね、じっくりレベル上げてやっと99になったっていう冒険したいから、ね、一気に一回戦って99とかなったら全然面白くないもんね。それ、ネタはネタで面白いかもしれないけど、ね、まあそういう、なんだっけ、改造した時しかできない検証とかね。まあそういうのはそれでありかもしれないけどね。それはそういう動画で作ればいい話だし。ね、まあそれもやり方ですよ、ね。人それぞれ。はい、今ね、ゴードンヘッドをね、まあ、戦ってね、集めてる最中で、あと7匹なんだけど、裏作業やってましてね、あの、36,445 までお金貯まって、今、神秘のビッシュをね、落としたんですよ、あの、エビルマスタッシュが。歩くごとに HP が回復するんだけど、天使のレオタードがいいよ、死の呪文にかかりにくい。どっちもいいけどね、これもね。ということで、どうすかな。もうちょいで溜まるから、これあと6匹だね。
結構もう今、あとこれ6匹か。今ね、裏作業でね、集めてる動画も作ってますんで、睡眠用にね。お金がとりあえず3万7000まで貯まったら、もうバザーは必要ないんで、まあ、あとはね、カジノ作ればいいんですけど、まあ、とりあえずコスタールの心、コスタールのラッキーパネルでね、心手に入れてないんで、まあ、そこら辺もね、ちょっとやりたいかなと思ってるんですよね。で、その後に、もう心置きなくね、まあ、上級職のね、モンスターの心とかね、取れればいいかなと思ってるんですけど、あんま大して変わんないと思うんだけどね。溜まったかな ?3 万7000。だこうやってればね、たまにね、海賊って盗むんだよ。だから、まあ、そうか、海賊か。盗賊の方が盗みやすいんかな、どうなんだろう。だから、海賊とかで、全員海賊とかにすればね、まあ、盗んでいたってなるから、新規のビスで盗んでいたって出たんですよ。だから、まあ、その裏作業の動画出すんでね、そこを見ていただければわかるんですけど、睡眠用でね。だから、睡眠用だから、もう垂れ流し配信みたいな感じで、まあ、裏作業配信なんでね、カットして見やすくしてくださいとか絶対無理なんだけど、ね。よし。これでビッグボウガン買えば、まあ、全部だね。あとはね、まあ、今回の趣旨がもうちょっとで終わりますんで、まあ、全部集めるぐらいには、まあ、3万7000溜まってっかなと思ったけど、先にお金の方が溜まっちゃったね。まあ、こんなことやってれば多分溜まっていくだろうなとは自分予想してたんで、ね。ちなみに、ラッキーパネルとかめくりまくってたら、アイテム集まるじゃないですか。それ売った方がね、やっぱ金策にはなるんだけど、とりあえずルーメン。あと6匹だと思うんですけどね。おい、あとここの列だね。いいね、絶景だね。だから、金策ね、してから、まあ、レベル上げてもいいけど、熟練度上げたりとかね、上げてる最中にさ、まあ、お金貯めてた方がいいのかなと思って、まあ、今回ここのさ、アイテム、買うって趣旨もあったじゃん、最初。まあ、ここまでやってしまいたいっていうのがね、ちょっと今後の予定もあるからさ。はい。ビッグボウガン。まあ、袋に入れときましょう。まあ、鑑賞用ですね。これもパネルで出たかな?ちょっと忘れましたけどね。まあ、出たか出たない、出てないかはその時わかるんでやれば。だってここでもう必要なのは全部揃ったよね、多分ね。パーティードレス。1個入ってる、1個。全部入ってるもんね。よし。あとはもうゴードンヘッド集めですね。はい、アイラがね、今、スーパースターのシネマの星になったんだけど、天地雷鳴士とかね、まあ、こんなのも出てきます。もう一個あんだけどね。ということで、これも裏作業のね、ゴードンヘッド集めに入れときますんでね。はい。24体集めました。まあ、すごい絶景ですよね、これもね。ここら辺から見た方がいいか。あ、こっちだったら真正面向くんだね。はい。ということでね、まあ、これだけ集めるの大変でしたけどね。まあ、余命集めでしたね。もちろん余命集めって言っても、なんだろうね、斜め下を見てるようなね、顔で睨まれたってだけであって、こんな顔してないんでね。まあ、そう言ってね、失礼じゃないかとか言うかもしれないけど、もうそんなね、そんなことでどうにかなる仲じゃないんで、うちの夫婦は。全然大丈夫です。自分がこうやって言ってることも、ツイッターでつぶやいてることも知ってるんでね。はい。ということで、今回断りたいと思います。じゃあ次回ね、そうだね。まあ、そうだね。今回いろいろお話ししましたけどね。まあ、なんだろうね。
まあいろいろね、まあ聞くのは聞くでやりますけど、そうだね、そうなってくると、なんかいろいろ喋らなくちゃいけないし、喋るってことは、まあいろいろね、まあ言わなくていい愚痴とかも自分言いそうなんで、あんま言わないようにはプレイしてますんでね、これでもね。もうそのリミッター解除したら自分何言い出すかわかんないんで、そのぐらいの勢いなんでね。だから、もう本当にやり方とかもなんだろうね、自己満足でこれ集めてたりとか、まあその裏作業でね、ゴードンヘッド集まるまでね、全ノーカットでね、まあ見ながら多分眠りにつくでしょうけど、まあその間にね、アイテム取ったりしてますんで、まあそんなのをね、まあ今後、まあそうだね、ドラクエジョーカー1のスカルゴンと一緒ですよね。まあ見ながらね、多分眠りにつくでしょうぐらいの。ちなみに、自分全然苦じゃないんですよ、こんな集めるのとか。ね、だから向いてるっちゃ向いてんだよね、そういうのはね。RPG には。はい。ということで、こっちか。ボスとかがいるから、まあ、ここら辺はいいとしてね、まあ、後ろの方でね、今まで倒したボスはいいんだけど、まあ、ちょっとお見せしたいのが、今回落としたものかな。ちょうど落とすとことかね、なかなかお見せできなかったっていうのはあるんですけどね。まあ、これから何が出てくるとかね、いろいろありますからね。まあここら辺は海の敵で、まあここカットしてもいいんだけどね、もう面倒だからもうお見せしますけど、ね、まあ飛ばしてください、10秒飛ばしで。面倒な方は。こう考えると海の敵も結構早めにコンプリートできてよかったよね。エビル・タートルの心もあるしね。だそんなのとかもいずれ取るパート作んなくちゃ、全員海賊とかにしてね、ヌスト切りとかやってればいけんじゃねえのとか思ってるから、確率そんな高くないよね、ヌスト切りなんかね。だから飛ばしてもいいけど、こういうことを喋ったりしてるんでね、自分。まだ先か。ああ、煉獄魔杖も、これも後で。はい、ゴードンヘッド43体倒したね。落としたアイテムなし。まあ、そうだね。レビルマスターし。あ、これじゃなかったか。あ、落としたアイテムには入んないな。これ盗んだんだ。海賊で神秘の物質盗んだってなったから、こいつだったんだ、確か。で、宝を落とすときがあるんで、ああ、これも落とした。骨付きに行こうとしたね。やっぱ落とさ、盗んだらダメなんだね。乗らないんだね。これもそうだよな。ゴーレムが。心を落とすと思うんだよね。ただ落としたやつはわかるよね。まあここら辺も落とすんでしょうね。ほら、落とした。落としたアイテム、天使のレオタードね。だから宝箱を拾ったってなると、やっぱこういう感じで、海賊とかして盗んだってやるとね、何を盗んでいたとかって出るじゃないですか、盗賊とかやると。それは出ないんだね。まあそれでも手に入るのあんでしょうけど、そうすると1回しか出てこない敵とかは乗らないとかね、そういうのあったと思うんで、まあぜひともここに乗せたいっていうね、そこまでコンプ目指したい方はね、まあそこら辺、まあ、ボスと戦う時はなるべく海賊とかあんなのにしない方がいいんかな。まあ盗んでるのかどうかわかんないですけどね。なんかやると、ここに乗るものが、本来乗るものが乗らなかったりとかね、そんなのあるらしいんで。まあ、グラコス5世とかもね、2枚目だと戦えないとかね、なんかそんなあるみたいなで、モンスターコンプ目指すんでしたら、まあそういうのを気をつけながらやらないといけないかなっていう。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ね。まあ本当に作業ゲーなんでね、今ね、作業ゲーっていうか自分は楽しいんですけどね、それで、まあ裏でね、今大海賊、もうちょっとだね、海賊王なのね。で、ゴールドナイト、もうちょっと上だね。これ今6個目か。5個か。まだ全然だ、ゴールド。放浪人。チャンピオン。これももうちょっとマスターになりますね。だから海賊とかなれるから、まあここも考えようですけどね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ本当にね、裏作業枠とね、まあ見るのは本当にね、まあ個人の自由なんですけど、まあそこ見ていただければ、この動画の裏でね、カットしてた部分全部ね、いずれ配信すると思いますんで、まあその間にね、他のゲームを多めに出してくれとかね、絶対できないっていうのがね、よくわかると思いますので、そういうのも伝えるための配信だと思っていただければ嬉しいと思います。それでね、今どうしようかな、ラッキーパネルはライブ配信やろうかなーって考えてんだけどね、あれカットとかしてるとすごい大変なんですよ。だからね、本当に一瞬で終わっちゃうんで、もう本当に時間ある時にね、一気にやっちゃおうかな。ダーマの近くとか、あとコスタールかな、そこら辺で。あとは移民の街は後でやりますね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。